こんにちは、堀秀夫です。転売のネタを見つけるのにですね、ちょっと習慣にしてほしいことがあります。それは自分で物を買うときですね、価格コムで、チェックして買うってことですね。で、これはやってる人、結構いると思うんですけど、自分なんかの例で、まず、ブラウンのシェーバーを新年なんで買おうかなと思って調べましたら、平均価格と最安値がかなり開きがあります。こういう商品は基本的に転売に向いてますんで、どういうことかというと、安く買おうと思えば安く買う場所があると。で、値段を気にしないで買ってる人も買う商品であるってことが分かります。ものによってはね、必需品系だと、これがものすごい接近してるものがあるんですね。最安値と平均価格が。そういうのはもう転売向きの商品じゃないんですけど、こういう、転売向きの商品っていうのは、何しろ一番安い金額が1万3816円、平均が2万1000円ですから、安いとこで買って平均で売れば、差額が抜けるんですね。で、しかもその差額が50%、これ変に輸入なんかしてるより全然硬いんで、こういうのは逃さないように取引してですね、で、売れるようだったらちょっと、独自ショップを作り込んでいくというやり方がおすすめです。で、今回の例で言いますと、まずシェーバーですね。これはたまたま Amazon が一番の安値です。で、次にオークファンで見ます。で、ヤフオクはやっぱり一番最安値ですね。もう大抵のものが一番安、ヤフオクが一番安いんで。ただ今回みたくですね、ヤフオクの最安値、これおそらく落札はあと1000円くらい上がると思うんですけど、2000円の差がないんだと、Amazon の方が楽ですね。注文すればすぐ届くんで、ヤフオクでやり取りするのはかったるいんで、ヤフオクは私は今回は無視します。で、楽天を見ると、なぜかこの2万円とかキーのいい数字出てますけど、とりあえず、私だったら、楽天にですね、1万9800円で出品します。で、今回は私これ自分で欲しいんで、まず買っちゃいますけど、買わないでですね、このメーカーの写真を、借りちゃって楽天に出すっていうのはよくやってます。で、楽天はご存知のようにですね、売れてから在庫チェックって機能がありますんで、別に何も考えず、もう出品するだけ出品しちゃってください。実際に楽天で売れるってことは相当売れます。楽天はね、販売力そんな強いサイトじゃないんで、オークションの方はですね。だから楽天で出して売れるっていうのは相当強い商品になると。で、モバオクもそうですね。同じ値段出てますね。モバオクにも出します。モバオクはですね、取引成立しちゃっても、もし値段がね、安い方が上がってっちゃって、決まった値段で仕入れて売っても儲かんないって時は、シカトしちゃっても、モバオクは大したペナルティないんで、モバオクにも出してください。で、実際にこういうふうに物を買う時とか、なんか気になった商品があった時ですね、今回は Amazon が一番安いんですけど、アマゾンが一番安いんだと。だったら、転売無理だなって諦めるんじゃなくて、差額がでかいときは、高いサイトで売り出してみると。で、実際に売れたら、安いサイトから仕入れて発送するというのをやると、それだけでもですね、まめにやれば、輸入やらないでその差額を抜く取引だけでも別に10万っていうのは、難しいことじゃないですし、何しろこの方法だとですね、お金かかりませんので、おすすめです。で、売れるか売れないか分かんない商品を仕入れてしまって在庫を抱えて叩き売るより、このやり方で、どんなジャンルのものが売れるのか知るっていうのは非常に大切ですし、あとそもそも自分が買おうと思ったものとかですね、興味があったものをこういうふうに値段比べて出す分には、売れた時に宣伝文句とかキーワードとか、そういうのを考えるのがすごい楽なんで、全然知らないものをオークファンでずっと調べるよりですね、家にあるものとか、誰かが欲しがってるものとか、雑誌を見たり、テレビを見たり、して、こう、ちょっと気になったものをこういうふうに調べてですね、片っ端からまず売り出していくというやり方は非常におすすめです。で、売れたら独自ショップを作っていくと。これはおそらく、こういうノウハウは私自身は不勉強のせいか聞いたことないんですけど、一番、硬いやり方だと思いますね。今普通に出てる eBay 仕入れ、ヤフオク販売とか、あるいは私も、今年の夏ぐらいまではすごいうまくいってたですね、
アマゾンから仕入れてアマゾンで販売っていうのはですね、ものによってはかなり価格競争が激しくなってます。そんなんでいけると思って仕入れてね、高額なものだとひどい目に遭ってる人もいますんで、まずこの在庫を持たずに転売って形で売れる商品を見極めつつ、いい商品を、自分のやる商品を決めていくというやり方おすすめです。ちなみに最近だとですね、またチャンスが来るかもしれないんで一応教えておきますけど、ボネコのディスクエボバーターってやつですね、ここで見てみようかな。これですね。また3枚になっちゃった。これはちょっと前までは、私が、もう一つの転売を公式ブログの方で出してたんで、勘のいい方は調べてやってるかもしれないんですけど、これ今3万円ですね、最安値が。これちょっと前はね、ちょっと前って、2、3週間前は1万8000円とか1万7000円が最安値でした。で、今1個カタログ消えちゃいましたけど、カタログも2つあって、片方はこの3万円ぐらいで、もう1個が1万7000円ぐらいだったんで、私はこの、3万円ぐらいのとこ2万9800円で出品して、で、1万7800円の方のサイトから買って送ってました。バカバカしいようなんですけど、Amazon でカタログ2つある商品はそういうやり方もできます。まあ、これも最低価格と平均価格がすごい差のある商品で、子供のいる人はね、この熱の出ない加湿器って需要がすごい高いんで、私はいろいろ調べて、この機種にしました。5、6機種買い替えてこの機種にしました。だからそういういい商品だって分かってたんで、まあ、値段を気にしないで定価で買う人もいます。正直だからこの商品は、独自ショップ作っていくんだったらこういう、子供に優しい商品ですねばっかり扱うショップを作るっていうのも一つのおすすめですし、自分が興味があるものはいつも値段がチェックできるんで、そういうのをこの在庫を持たずに転売するネタとしてやるにはおすすめです。